今週のポルタ。え？はい。何ですか？というわけで、はい、今週のポルタコーナーから始まりましたが、はい、あ、ご挨拶を忘れておりました。はい。ポルタのオナエです。あ、スグルです。ベースです。はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。今回、ポルタのラジオ第2回です。はい。はい。続くとはね。続きましたね。いや、何その誰かが続かせてくれたみたいな、なんかその変なテンション。プロデューサーがね、許可良かったんじゃないって。脳内のイマジナリープロデューサーがそうそうなんです。すごい褒めてくれるですよ、プロデューサー。すごいですね。はい。じゃあなんかみんなに教えてあげたいもんね。自己評価が低い人に、その圧倒的自己肯定感。そう、結構ね、これライフハックですね。ああ。脳内に、頭の中にプロデューサーを立てる。そうそうそう。めちゃくちゃ何やっても褒めてくれる。自分の行動をね、プロデュースしてくれる人がずっと褒めてくれるんだ。うん。オナエちゃん、よかったじゃんっていう。何あれみたいな。喋れるねみたいな。そう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 。そうですか。うん、はい。まあ、こうやってね、おだてられて、ここまで続けてこれてます。はい。はい。というわけでね、今後もちょっと続けていけたらなと思ってるんですけれども、はい。なるほど。1回目はコーナーから始まりまして、はい。今週のポルタっていうところには、一応ラジオっぽいこうリバーブがうまくいけばかかってるはず。ポルタ、ポルタ、ポルタ、みたいな。そうそうそう。ラジオっぽいやつ。はいはい、うまくいってなかったら、うまくいってなかったっていうことです。はい。はい。で、ポルタの、はい、今週あったことをお話しするコーナーです。おー。ポルタの活動でっていうことなんですけど、今、まあ、引き続きレコーディングのやり取りはずっとやってるんですけれども、はい、結構この話はいろんなところで、してきたので、それ以外のお話で、はい、していきたいなと思うんですけども、はいはい、ちょっとね、やっぱりポルタ、この自粛期間中なので、ポルタでの活動というよりかは私の、ソロでのお話ではあるんですけれども、ほうほう、はい、CM の、歌を担当させていただきました。おー、すごい。はい。もうね、ツイッターなどでお知らせしてる、お話なんですけれども、熊田凛花さんという方が出演している、はい、除毛クリームビートという CM です。おー。はい。それテレビとかで見れるんですか？はい、はい、テレビ CM も流れてます。おー、すごいね。そうなんですよ。はい。本番の、こう、なんだ、メインの歌で CM を担当するっていうのは初めてだったんで。わぁ、おめでとうございます。ありがとうございます。今まで過去にね、仮歌っていうのを結構、実はこっそりやってるんですね。ああ、要は、本当のボーカルの人が、ながら歌うためのガイドボーカルみたいな。そうそう、ガイドボーカル。役割になるものってことですね。で、まあ、事前に歌ってみてキーを決めたりとか、そうですね、参考にしていただくものっていうのを、歌唱法とかね、そうそうそう、っていうのをやったことはね、何回かあったり、はいはい、あとはコーラスをつけたりとかっていうのはあったんですよ。あ、はい、でも今回その仮のボーカルでやってみて、それを聞いた、まあ、担当の方が、もうなんか本番の雰囲気にぴったりだっていう風に言っていただきまして、おお、はい、採用していただきました。いや、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、でも嬉しいですね。うん。でもこの情報もツイッターで言ってたわけですよね。そうです。なんか自分が自慢したりしたいやつだけは、うん、なんかまあ今週のものとして取り上げるみたいなスタイル。いや、そういうのはこうみんな多分スースー気づいてるとは思うんですけど、あ、そうかそうか、あんまりそうですよとは言いにくい、
オンエアに載せて言わなくていいじゃないですか、それ。はいはい。午後、オフラインになってからね、ちょっとあれ、お前さん、ただの自慢じゃないですか、みたいな。うん、やめた方がいいんじゃないですか、みたいな。そう。基本ね、ラジオ、喋りたいので、ちょっとしてるっていうところありますんで。あ、そっかそっか、その、はい、あれだ。もうその自粛してるから自己顕示欲がもう溢れてる、うん、はい、そう、それも止めどなく聞いてる方はちょっと薄々薄々、ああ、なるほど、うん、じゃあそれもオフラインで、そうです、それはね、 今ねもう言ったところでですよ。なるほど。じゃあ僕は基本なんか相槌を、はい、ああいいですねとかそういうスタイルで続けていくべきなんですね、はい、この場では。そうですね、相槌、まあ、バリエーションちょっと豊富な相槌でお願いしたいと思います。プラスの方のね、その、はい、肯定的な、はい、わかりました、勉強します。はい、でも他にもね、今週はホタルイカレコードチャンネルの方も YouTube ですね、更新を一本させていただきましたしね、見ました、すぐるくん。僕見てないんですよ。いや、そんなわけないじゃないですか。え？ん？うん。見てない。なんか、ちらっと頭だけ見たり、最後だけちょっと見たり。真ん中は飛ばして。うん。嘘。大丈夫。すぐくんも真ん中の方で大変なことになってたけど大丈夫。なんか、いじられてるんじゃないかなっては思ってるけど。いや。なんかこの世のものと思えないダンスを、ダンス10分間ぐらい踊り続けてる動画だったけど大丈夫？ちょっと 見ますね、じゃあ。うん、というわけで皆さん見てみてください。はい、ダンス踊った、はい、というわけで、はい、はい、先週お話ししてた話題が1個ありましたね。はい、じゃあちょっと別のコーナー行きます。番組タイトルを決めよう、決めよう。はい、ここもちょっとうまいこと言ったらリバーブがかかってるところ今、はい、あ、なるほど。うん、番組タイトルですね、ポルタのなんとかレディオっていうなんとかの部分をちょっとお互い考えてくるっていうのは宿題だったんですけれども、考えてきました、すぐるくん。あ、考えてきましたよ。お、じゃあちょっと私から1個か、私いっぱい考えてきて。あ、じゃあちょっといっぱい言ってってください。うん。私あんまりネーミングセンスがね、ちょっと自信があんまりないところではあるんですけど、数打てばいいかなっていう。おお、大事な考え方ですよ。はい。はい、まずは、ね、コシヒカリレディオ。はあ、コシヒカリ。そう。なんでまた、まあ、いいか。富山県出身なので。米どころだから。そう。あのポルタのホタルイカレコードチャンネルもそうなんですけど、あの、まあ、ポルタは富山出身と熊本出身がいるじゃないですか。はいはい。そこをどんどんあの富山の方でちょっと侵食していこうかなと。おお。いや、今までも別に熊本感ゼロだったけどね。どん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 ちょっとこう侵食していこうかなと。でも、あのパワープッシュしてくれたりしたのは、うん、熊本のラジオ局だけだよ。ああ、本当にその説は、うん、ありがたかったですね。うん、じゃあちょっと熊本要素も徐々に取り入れつつね。え、曲になってんじゃん、熊本では。まあね、曲にはしてるけど。うんうん、そうです、そうです。なので、まあ、ちょっと今回はコシヒカリレディオ。あとね、最近富山県はね、フフフっていうね、お米も作ってるんですよ。うん、あの富っていう字が3つでフフフ。ほうほうほう。うん。フフフレディオ。はあ。な、うん、やたら米を押していくんですね。はい。とかね。ああ。あとはこうちょっとね、こっからはちょっと五感重視。はいはい。うん。ポルタのレディオアゲイン。どう？いや、なんかもう今放送事故になりそうな。気配でしたね、うん、まあいいや、じゃあちょっとそれは置いといて、じゃあもっとどんどん行ってみましょうか、うん、もったいないから時間が。レディオコミュニケーション。ああ、そういうのは悪くないね。なんか急にちょっと地方局っぽい感じになりましたね。
なんか地方の小さい FM 局っぽいね、うんうん、はい、まあ、ここまで長いずっとお気づきの方はポルタのね、こうアルバムにアルバム名になってるわけですね。あ、なるほど。わからない人はちゃんとアルバムを聴いてくれと。はい。で、最後もう一個ね、ポルタの Radio to Die。逆じゃない、ラブトゥーレディオみたいな、なんかそういう感じじゃないの、うん、普通だったら。レディオトゥーダイはもう死に行ってますか。うん、そうか、うん、なんかすごい、うん、メタルとかゴスのバンドっぽい、ね、ああ、それはそれでいいですね。ああ、なるほど。うん、はい、ネタ切れです。なるほど。でも5個も出したでしょ、はい、数出せば偉いみたいなんじゃないからね。しかもね、アルバムタイトル大体すぐるくんが決めてますからね。そうですね。そう、じゃあ僕は考えたのは、はいはい、ポルタの忖度レディオ、うん、そう、それなんか政治ので聞いたよ、忖度っていう言葉は。そうそうそう、結構ね、うん、去年とか一昨年ぐらいからみんながよく知ってる単語でしょ。うんうん、でなんかその、うん、やってる人も聞いてる人も、うん、そのやりたがってる人に忖度してみんなでなんかこうあれ、うん、苦笑いするみたいなラジオ。うん、そんな人いたっけな。そうそう、やっぱその、うんうん、このラジオを唯一やりたがってる人がいるんですよ、うんうん、なるほど、どこかにね。そうそうそう、その人にみんなが忖度して、うん、ああ最高っすねみたいな感じのテンションで、うん、なんとか続けていこうみたいなのを、あ、みんなでこうおみこしわしおいみたいな感じで、そうそうそう、そういう感じで続けていくから忖度レディオ。まあちょっと意味はね置いといて語感は悪くないですね。うん、とかかな、大、うん、ってつけたら、はい、ポルタの大忖度レディオ。どういうこと、大は？めちゃくちゃ忖度してるの、大。おー、普通超とかさ。あー、超忖度レディオ。うん、うん、なんかな、ちょっとでもなんか意味が違ってきそうだからよくないかな。じゃあなんだろうね、でもまあ富山だったら白エビとかの、ね、うん、白エビレディオ。うん、うん、うん、でもなんか忖度レディオはちょっと気に入ったないいの、忖度してくれるんでしょ。 してないですかね、今もしていただいてます、はい、うん、散々振り回してね、この時間を確保して。いやいや、いいんですよ、はい、聞いていただいてる方もこの不毛なトークを聞いていただいてるっていうのも含めて。そうね、うん、で、いいんじゃない。じゃあ忖度レディオにする、うん、ポルタの忖度レディオ。なんかどっかからそれやめた方がいいよって言われたらまた考えよう。うん、じゃあちょっとしばらくはこれでいってみましょうか、うん、そうですね、忖度レディオ、はい、じゃあちょっとタイトル言っといてみる。で、私ポルタのって言うから、うん、忖度レディオって言ってね、一緒に言うから、はい、いきます、うん、ポルタの忖度レディオ。忖度レディオ。ちょっと、それドラえもん風にっていう話出てましたっけ。ああ、確かに。でも何々、うん、何々のって言ったらほらすぐ、うん、ああ、ドラえもんのび太のってやつね、うん、魔界大冒険みたいな感じになるでしょ。ああ、なるほどね、そういうちょっと反射的に。そうそう、うんうん、でもあれだね、どっちにしろちょっと時差があるから難しかったね。あ、実際じゃないでしょ、息が合ってないだけでしょ。息が合ってないだけか、うん、そうか。でもまあちょっとタイトル決まったということで、うん、ちょっとパッパラッパ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 ー、はい、え、効果音、うん、あ、もうそう、びっくりするからちょっとそういうのやるっていう話はなんか事前に共有しておいてもらっていいですか。もうびっくりしちゃったから。わかりました、はいはいはい、というわけでね、はい、こんな感じでタイトルも決まって、なんかいい感じですね。これもう完全に続けていく気満々ですね。はい。というわけで結構喋りましたが、はい、
一通だけお便りを読んでおきましょうか。お、うん、今回も、今回もそういう、うん、心の、はい、司書箱に、はい、届いてたので、はい、ちょっと紹介していきたいと思います。はい、ペンネーム、ポルタ大好きっ子さん。ん？お、前回の方ですね。ありがとうございます。はい、もう連続採用やん。はい。ポルタの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。はい。前回はお便り読んでいただいて、すごく嬉しかったです。あ、いやいや、はい、こちらこそ。はい。そこで、ポルタのお二人にまた聞きたいことがあるんですけれども、ポルタのお二人がハマっていることは何ですか？よかったら教えてください。ん？ちょっと待って。というお便り、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って。はい。何？ん？どうしたん？イマジナリーリスナーの人はさらに狂ってるの？いや、そう、説明がないとね、わからないけど、そう、前回もね、この質問をしてくださったので、すごいこの質問が好きなんだと思います。うん。すごい。なんか二重三重にトラップが張り巡らされてるみたいな感じになってる。はい、狂ったトラップみたいなのがどん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 、はい、なんか自分が狂ってるのかもしれないみたいな気にだんだんなってきた。なるほどね、うん、うん、はい、というわけでね。はい、ハマっていることなんですかということなんですけど、はい、じゃあ私からいきますね。前回はね、ハンドスピナーっていう紹介をしたんですけど、うん、今最近はちょっと運動してますね。運動？うん、この自粛でちょっと運動不足だったんで。あ、筋トレとかね。あ、そうですね、筋トレもしてはいるんですけど、まあ今日はちょっとね、うん、歩いた方がいいかなと思って、少しずつちょっと、うん、まあ、ちょこっとした運動のための外出は仕方ないみたいな感じ、ね、うん、そうそうそう、まあ、ね、人がいないところを選んで、うん、で歩いたりね、走ったりみたいな、ね、そうそうそう、で今日はすごい歩きましたね。へえ。うん、あのぐる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 こう家の周りをずっと歩いてました。ん、家の周りをぐるぐる、うん、あんまり遠く行きたくないしね、行くのも良くないかなと思って。え、それ家の周りっていうのは何、うん、その、うん、同じ集合住宅ですよね。うん、そうですね。集合住宅の周りをぐるぐるする？うん、駐車場とかの、え、とか家の前とかも結構歩いたり走ったり繰り返しながら6000歩ぐらいは行きました。え？え？本当に？ちょっと待って、はい、それあの動物の鬱行動みたいなやつだよ。あれね、こう柵の中で行ったり来たりするやつ。そう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 、違う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 、そんなにおかしくないから、こうすぐるくん結構ね、私の行動すべてに、ね、ちょっとおかしいんじゃないかっていう。え、だってそれ、はい、周りの家の人とかがさ、わかるじゃん、うん、そんな6000歩も物件の周りをさ、ぐる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 してる不審者がいたらさ、ちゃんと角にぶつかったらまた曲がってみたいな繰り返しで、なんだろう、うまいことね、人をね、こう避けてる。角にぶつかったら曲がる、でまた角にぶつかったら曲がるみたいな。うん、なんかそういうランダムにやってる感じ。もう完全に壊れたルンバみたいになってるよ。本当だね。出来の悪いルンバ。あ、うん、でもちゃんと家に帰ってくるから。あ、そのドックの位置は分かってる。自分の充電ドックの位置は分かってる。よかった。でこう充電されに帰ってくるから。役に立たないルンバだな。うん、やけで、まあそんな感じで、ちょっとね、人間を保つために歩いてます。うん、なんか人間を保つ目的でどんどん機械みたいになってるけどね。おお、ほんとや。パラドキシカルだね。うん、ほんとですな。じゃあ、ちょっとすぐるくんのハマってることを。え、僕、うん、え、僕何にハマってるか。うん。ハマってるもの。何にハマってるかな。ピルクル。おお。ヤクルトみたいです。じゃない。うん、ヤクルトよりね、半額ぐらいなのよ。おお、うんうん。まあね、まあ、糖尿病はちょっと怖いけど、
うん、ああ、甘いんだ。朝と晩と飲んでますね。え、それは何？美味しくて？いや、なんか、コロナに勝つには腸を整えるみたいな。うん、え、それ、ピルクルでいけるんですか？うん、だって乳酸菌入ってるでしょ。あ、入ってんのか。うん。そうか、そうか。なんか聞いてそうです？うん、もうわかんない。あとは、そうか、あとは通販。うん、通販。通販、いろんなものを通販するにハマって。ああ、ちゃんと自粛してますね。そうそう、家から出れないから、飲み物とか、うんうん、何も買えるものはもう全部通販で買って、うんうん、もう、しょっちゅう、あの、配送の人にありがとうございますって言ってる。うん、おー、偉いね、うん。今ね、配送の人のね、大変だからね。そう、大変そう。うん。そうか、何買いました？あのね、カゴみたいなものとか。カゴ。カゴ。はい、カゴ。あとは、うん、ベッドとか。おお、大きい買い物しましたね。うん、あとは、シーツとか。うん、うん、うん。あと最近はなんかね、いろんな T シャツとかね、夏服を買ってますよ。うん、おお、夏服ちゃんと着て外に行けたらいいですね。うん、まあ、家で着るのでもいいけどね、別に。うんうん。T シャツはどんなやつですか？え、なんか個人の人が作ってる T シャツとか。うんうん、あんま、なんだろう、そこでしか買えない系のやつ。うん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 。うん、ちょっと、かわいいっていうか、おしゃれなやつとか。え、それどうやって探してるんですか？ツイッターとか。あ、ツイッターで。インスタグラムとか。おお、使いこなしてますな。うん、なんかもうね、みんなが揉めてるやつよりもそういう、うんうん、楽しい方のやつを、ね、なるべく、うん、経済に、ね、貢献してますしね、うん、そうそう。さっきからなんかごくごく聞こえてくるんですけど、なんか飲んでます？チューハイをやっぱり。そうか、私もワイン用意したけどね、ちょっと緊張で逆に全然飲まなかった。だからね、シラフではやれないですよ。やれないですね、これがまた。ちょっと吉と出るか凶と出るか。あんま吉と出てない気もする。うん、出ることはないと思うんですけど、ちょっとね、皆さんの前に何とかして現れたいっていう気持ちがありまして。あるね。なるほど。そうそう、あの声だけでも、はいはい、というわけでこんなところでしょうか。はい。はい。今回も聞いてくださってありがとうございました。ありがとうございます。はい、ではまた次回もお楽しみに。よろしくお願いします。は